今回は、この巡視船 A3 の座礁事故の要因を詳しく見ていきますね。一般社会においても会社で、ミスが起きたら、やはり全員に徹底して、修正を行いますよね。それと同じことだと考えるんです。同じミスをしないという概念かな。現在からちょうど1年ほど前の2021年1月2日の朝、北海道の西岸にある岩内町の岩内港から母港である小樽港に戻ろうとした海上保安庁の小樽海上保安本部所属の国が、2型巡視船の14番艦 A3 が座礁、行動不能となる事故が発生した。当時の巡視船 A3 は小樽港から岩内港を往復するルーティンのパトロール活動に従事中であり、海上保安庁の船舶としても慣れ親しんだ航路において座礁という不名誉な事態に遭遇することは想定外だったようだ。国が2型巡視船の14番艦 A3 は、総トン数約1700トン、全長 96.6 メートル、全幅 11.5 メートル、喫水 5.2 メートルの大型艦であり、小樽海上保安本部所属の船舶の中では、最大の規模を誇る巡視船だと言える。不幸にも、巡視船 A3 が座礁事故に見舞われた原因は、通常時には10メートル以上はあるとされる事故現場の水深が、直前の悪天候の影響で、3メートルほどまで浅く変化していたためであり、同船の喫水を下回る状態だったことによる。座礁した巡視船 A3 は、艦体底部のスクリューや舵そのものが、悪天候によって普段ではありえないほどの量で堆積した土砂に埋没してしまい、自力での航行が完全に不可能な状態に陥ってしまったわけである。この事態を受け、海上保安庁小樽海上保安本部署は、同日の夕方までに、巡視船、知床を向かわせたが、同船は、総トン数約1300トン、全長89メートル、全幅11メートル、喫水5メートルの規模を誇るが、巡視船、A3 よりは小さい。巡視船、A3 の座礁現場に到着した巡視船、知床は、曳航して、その状態からの救出を試みたが果たせず、一般の船舶が強引に曳航を続けた場合、巡視船 A3 に損傷が及ぶと判断、専用船に依頼した。ここで依頼されたのは、北海道から遥か遠くの下関にあったタグボートであり、当然到着まで時間を要したため、結果として巡視船 A3 が座礁状態から解放されたのは、事故発生から5日後の7日未明のこととなった。海上保安庁では、事態を重く見て、巡視船 A3 の座礁事故の原因究明に努め、2021年5月には、当時の巡視船 A3 の船長と航海長の2人は、業務上過失往来危険の疑いで書類送検され、人為的なミスであることが公となっていた。座礁から解放された巡視船 A3 は、その後、損傷の程度が確認され、比較的軽微な損傷で済んだものの、修理のための1ヶ月ほどを要することとなり、事故からおよそ1ヶ月を経過した2月9日に、任務に復帰し現在に至っている。当時の巡視船 A3 の船長と航海長の2人は、業務上過失往来危険の疑いを認めており、巡視船の航行の責任を負う立場にありながら、慣れから、事故当日に、船舶と現場の状況を確認する義務を怠ったことが、最大の原因とされた。海上保安庁は、事故からおよそ1年を経過した、12月24日に、当時の巡視船、A3 の船長と航海長の2人の処分を公表、1ヶ月間 5% の減給とする、懲戒処分に処することで、組織としての最終的な対応を下したことが明かされた。この海上保安庁の下した処分が、
日本の海上警備を担う組織として、打倒カカについて、捉え方が人様々であることは、想像に難くないが、あ。熊で個人的には、大型の巡視船の活動を、およそ1ヶ月に、渡って止めたことに比しては、軽微な感もしなくはない。ただし、一般の民間企業等の職務とは異なり、四方を、広い領海に囲まれた、日本の海上警備を一手に担う海上保安庁であるだけに、あまりに、職員の士気を損なうような厳罰を下すことは、長い目で見て、得策ではないとも思える。そういえば、2021年初めには、海上自衛隊の、そう、竜型潜水艦のネームシップにして、一番艦の、そう竜が、高知県沖の海上にて、外国船籍の貨物船に、浮上時に接触する事故が発生したが、こちらの続報も、あまり見かけない気がする。このような事故の発生時には、多数の報道が集中するが、時間の経過とともに、続報が少なくなり、事故原因の究明や、その後の対策等について、公式な発表、見解を待つ側としては、非常に、情報の収集に苦慮してしまう。ことに、潜水艦は、海上自衛隊の防衛力の中心戦力でもあるので、従来潜水艦の性能そのものと、乗務員のネリ度が、世界的に見ても高いレベルにあると喧伝されてきただけに、事実関係と、その後の対策とは明確にしてほしいものだ。さて、海上保安庁、海上自衛隊ともに、昨今の日本で、最も注視されているのは、海洋進出を強硬に推し進める中国の、特に、尖閣諸島周辺海域における、中国海警局の船舶の接続水域、及び、領海への、頻繁な侵入行為であることは、言を待たない。座礁事故を起こした巡視船、エサンガ組が、新潟巡視船の14番艦である、ことは前述した通りだが、この組が新潟巡視船は、2012年から、2020までに、総数20隻が就役しており、海上保安庁の尖閣諸島警備でも、中核を担っている。海上保安庁の組織上で、尖閣諸島を管轄しているのは第11管区海所保安本部であり、その中でも、石垣海上保安部が、同諸島の警備を担当しており、ここに、県の国が、三型10隻と津軽型2隻の合計12隻の巡視船が集中配備されている。これら12隻の巡視船をもって、尖閣諸島の周辺海域への潜水艦警備体制が敷かれたのが、2016年2月からで、年々増加の一途をたどる、中国海警局の船舶と同海域で対峙しているが、その状況は、激しさを増す一方で、予断を許さない。2022年に入っても、尖閣諸島周辺海域の接続水域に、中国海警局の船舶の侵入が確認されており、近年主流となった4隻1組での航行で、昨年末から1月2日までで、すでに6日間連続を記録しており、今年も同様の状況が続きそうだ。海上保安庁の集計によれば、こうした尖閣諸島周辺海域の接続水域への中国海警局の船舶の侵入は、2020年に延べ、333日、2021年に332日と、ほぼ毎日発生しており、もはやすっかり常態化してしまっているのが、現実だと言える。さらに、日本側の主権を脅かす、尖閣諸島周辺海域の領海への侵犯も、2020年に24回、2021年が34回と、確実に増加していることに加え、同海域で操業中の、日本の漁船に接近するケースも、2020年の8件から、2021年には18件と、倍増以上を記録している。中国海警局船舶のこれらの動きは、尖閣諸島は、日本固有の領土であり、故に、他国との領土問題は存在しないとする、日本政府の見解に、ことを唱えるものであり、自国の領海で執行する、同局の警察権限を誇示することで、
中国の主権を示す目的があるのだろう。現在の中国海警局は、武装警察の隷下にある準軍事組織であり、保有する排水量1000トン超級の大型船舶の数も、優に130隻を超えていると言われ、実に、この数は、海上保安庁のほとんど倍に相当しており、日本側の劣勢は否めない。加えて、2021年末には、2012年以降に、合計で72隻が建造された、中国海軍の056型コルベットの一部が、中国海警局に転用され始めたと報じられており、同艦も、基準排水量1300トン、満載排水量1500トン、全長 88.9 メートル、全幅 11.14 メートルの大型艦だ。